連合軍はアレスラを下し、頼れる仲間を手に入れた。さらに彼らはラッキに関する有力な情報を得る。彼女は神の軍勢と何ら関わりを持っていなかったのだ。やはりあの魔王オロチが裏にいるのか。かつての死闘を思い、三国戦国の英雄たちは顔を曇らせた。そんな中、連合軍にダッキの目撃情報がもたらされる。彼女の真意を探るため、そして何より仲間を取り戻すため、連合軍はダッキ討伐を決意した。ここですね。確かにダッキとアテナたちが争っている様子、ペルセウス殿の姿は見えませんが隠しているのやもんな。ペルセウス殿、待っててください。必ず助け出してみせます。アテナの軍は戦っているみたいです。やっぱり目的はペルセウス殿なんでしょうか。アテナより先にペルセウス殿を救い出さなければ。ダッキを探し、居場所を問いただしましょう。二軍を同時に敵に回す、まさしく修羅。雪に、この四地に切り込む覚悟はあるぞ。先駆けはこの雪村にお任せを。あちこちで乱戦になっているみたいです。ペルセウス殿、見つかるでしょうか。我らも進軍し、敵を引きつけよう。そうすれば雪村殿も動きやすくなるはず。力いっぱい暴れればいいってことですよね。私頑張ります。敵が迫ってきたようだ。官兵衛殿、手はず通りに頼む。うん、あの男を大いに揺さぶってみせる。ペルセウスはどこだ。隠し立てはためにならぬぞ。やっほわーい。教えてあげるわよ、私に勝てたらね。この程度では信長は満たされない。
うなったら逃げるが勝ちね。待てお探しのペルセウスさんならその辺にいるんじゃない。私はダッキーを追う。ソフィ、ペルセウスの捜索は任せた。絶対に逃がすな。うん、努力しよう。この気配は何やら腕輪が反応しているようです。だが気配は一つではない様子。一つずつ確かめてみるしかない。罠ということも考えられる。気をつけて進もう。はい。時が惜しい。早々に決着をつけろ。フォロワー行こう。さらに部隊を投入しよう。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あっ、私ごときがすみません。宗則殿、その剣術に期待させてもらう。どれだけ派手に暴れてくれても構わない。おじさん、不殺が心情でね。暴れろと言われてもうまくいくかどうか。予防線を張っているのか。増える男だな、ね、第一陣、3回してペルセウスを捜索せよ。邪魔な敵は蹴散らして進め。受けてみろ。ダッキの狙いは一体何だ。第二陣、進軍を開始しろ。敵を打ち払いつつ進め。敵将打ち取ったり。まだ来るか。どうにかしやがなくては。盛り上がってる盛り上がってる。この調子なら予定も早まるわよね、オロチ様。残念だったわね。そこにはペルセウスさんはいません。やはり罠だったか。第三陣、行け。ダッキ軍も連合軍も全て押し潰せ。万物ダッキの手に放るとは。こちらも次の手を打つとしよう。あれ、なんだかダッキ軍の城が騒がしいような。さらに軍勢を送り込むか。両軍入り乱れての地獄。我が名は超シール。オビオシーアポロンの力。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。あら、引っかかっちゃったの。かわいそう。あれ、騙されちゃったみたい。我が名は超シール。オビオシーアポロンの力を借りる者。連合軍を指揮するのは織田信長か。どれほどの器か探ってみる価値は。我が名は超神。オミオシーアポロンの力を借りる者。魔王を試さんとする。織田信長、魔王と恐れられしその力、
見せてもらうぞ。運こそ見せる。アレスにへつらい。その先に何を望む。受けてみろ。雪村、感服いたします。無双の強者です。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。駆け引きの目を見せてやろう。
撤退するしかない。この程度では信長は満たされる。敵のお出ましか。竜となる君だ。とどめだ。好きにやれると思うなよ。ちゃんと強いって敵ですね。そうじゃない人も多いですから。手の血に出す。なるほど。魔王の力見せてもらう。紹介、手はずは心得ているな。我々の目的は単なる敵の撃破ではなく戦場を。フン、制裁の誉れ高き私に役不足。正式の器がどれほどのものか見ているがいい。なぜお前のような腕輪を持っている。私にこそふさわしい。おとなしく渡すのだな。やっぱりそうでしょうか。でも大事なものなので渡せません。ごめんなさい。どの世界にも扱いづらい人間はいるものだな。ああ、どうかね。あんたたち何達観してるのよ。もしかして味方に振り回されるのに慣れてたり。思い当たる節はない。どうかいな。私こそ英才の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけておけ。なぜ私ではなくお前なのだ。この世界本当にどうかしている。そうですよね。確かにおかしな世界だと思います。そこにはいないわよ。ペルセウスさん、どこ行っちゃったのかしらね。こいつ囲まれました。攻撃に行くぞ。怪しい場所は全て探したはずだが、ペルセウス殿はどこに。はい、皆さんお疲れ様。本物はここでした。私のせいで、すまない。ペルセウス、その男をこちらに渡せ。いや、あの女怖すぎ。ちょっと、早く私を守って。オッケー。孫悟空参上。遊んでくれるのは誰かな。
俺は邪魔をするな。敵は私たちが引きつける。雪村殿はこの月にペスティス殿を。はい、ペスティス殿、今参ります。全軍雪村を援護せよ。雪村殿、ペルセウス殿を救ってください。だ雪村さん、お願いします。敵は何とか食い止めますから。この程度では信長は満たされない。真田幸村、その力見せてもらう。ペルセウス殿は返してもらう。いざ参る。けなげなものだ。なぜ私のためにそこまで。私たちは友だと、そう言ったはずです。仲間を助けるのに理由などいらない。私もそう思ってます。とどめだ。ペルセウス殿、必ず助けますから。ペルセウスさんは傷つけさせません。私たちの大切な仲間です。ペルセウス殿か。ちょっと待った。お前たちどこ行こうってんだ。奴は渡さねえぜ。俺様を倒せるってんなら話は別だけどな。あ、こら悟空、もうまた悪さばっかり。みんなを通してあげて。あ、お師匠様、いや、あ、そのあの、おっと、ペルセウスは私の獲物だ。ダメ、行かせねえよ。邪魔をするな。だったら雪村さんたちを行かせてあげて。ほら悟空も、みんな困ってるでしょ。お師匠様、これには深い訳がありまして。頼むからちょっと引っ込んでてくださいよ。我らにて無双の武を示せ。超死に打ってんだ。さあ、雪村さん、いいところに。ちょっと手伝ってくれるかな。上司の剣弾、あなたはなぜ私のことを。やられちまったか。第三刀、ここまで来てペルセウスを捕らえられるか。
計画通りみんな戦いまくってくれたわね。テルセウスさん、行きましょう。ペルセウス殿。くっ、すぐそばまで迫りながら救えぬとは。でもご無事なことは分かりました。それだけでもよかったです。悟空が悪さをしたせいでごめんなさい。あの子は私の弟子なんだけど、昔からいたずらばっかりで。うぬは旋回のものか。ああ、みんなはっきりは覚えてないんだっけ。そうなの、やっと私も来ることができたんだ。これから一緒に踊らせてね。はい、よろしくお願いします。それにしてもダッキは何がしたかったのでしょう。ペルセウス殿の身柄を盾にただ私たちを撹乱していたように思えます。まるで戦わせることそのものが目的だったかのように。私が元気にしてあげる。よし、うまくいったな。よくやった、ロキ。は。戦いは激しさを増しています。もう少し煽ってやれば、ゼウスもすぐにこの世界に現れるかと。奴の作り出した世界、それを利用されたとき、どんな顔をするのだろうな。私は術の準備に入る。その間任せたぞ。は。一つ頼みがある。私の仲間、旋回の住人であるかぐやを助けてもらえないだろうか。彼女は自らの意思ではなく世界の融合に巻き込まれてしまったようだ。妖魔のただ中にいると救援要請があった。かまわんが、旋回のものであればお前のように強いのだろう。そう心配せずともよいのではないか。ああ、お前たちには記憶がないのだったな。かぐやはたおやかで穏やかな娘で戦い向きではないのだ。ふむ、それは大変なのじゃ。みんな
急ぎ助けに行くぞ。待ちなさい。行ってしまいましたか。なぜこうも心配ばかりかけるのでしょう。そのかぐやという方を見習ってほしいものです。まあいいではありませんか。彼女の明るさに救われている者も多いはずです。とはいえ急ぎ追った方が良さそうですね。だな。仮面かっこいい。お前かっこいい。そうか、お主の仮面もなかなかだ。そうか、我嬉しい。得意か。そんなことないって。戦場で総弁を振るってるところを見れば。よかったら私のために太鼓を叩いてもらえる？しかし戦女の太子寺さんは真面目だな。戦女とか人間とかそんなの関係ないのに。それじゃ約束して、もっと仲良くなって。わかった。その天下無双の武、ここに極まれり。連合軍はアテナやダッキの軍勢に勝利するが、ペルセウスの奪還に失敗してしまう。ダッキは高笑いを残し戦場から消えた。同時にこの戦いでダッキらが属す第三勢力の存在が明らかとなる。新たな敵の出現に連合軍は陣容のさらなる強化を模索する。そんな折、異界にある人物が引き込まれた。戦界の住人、かぐやである。
妖者との激闘を共に乗り越えた彼女が味方になれば心強い。連合軍は妖魔に襲われているカグヤを救うべく動き出す。父上、来るのが遅いのじゃ。まったくあなたという人は、考えなしに行動するのはやめなさいと何度も。あまり心配をかけないでください。ふん、そうして世話を焼くから、いつまでも娘が成長しないのではないか。芝居様、その申し上げにくいことをそうはっきりと。ふむ、わらわが成長を見せれば父上も心配せずに済むのじゃな。ならばかぐやとやらはわらわが救う。父上、ここは成長した娘にお任せなのじゃ。待ちなさい。行ってしまわれましたか。私たちも急いで追わなくては。かぐやというもの、この辺りにいるという話だったが見当たらんな。向こうで誰か戦っておるのじゃ。芝居殿、行ってみるのじゃ。竜となる君だ。とどめだ。あれは孫悟でしょう。残念ながらかぐやではない。だが話を聞いてみる価値はある。かぐやなる者、この近くに隠れておるやもしれぬ。父上にはここで待っていてほしいのじゃ。そんなことを言っちゃ父の目を盗み無茶をする気ではないでしょうね。ご安心を。乱が共に生き、お守りいたします。光秀様もお気をつけて。へんてこな生き物が出てきたのじゃ。芝居殿、どうすればよい。教えよ。指揮する将がどこかにいるはずだ。まずは邪魔な怪物を片付けるのが先。さすがは芝居様。ラン、修羅に入ります。へんてこな生き物はやっつけたのじゃ。して、この後はどうする。芝居殿、教えよ。指揮する者を探し出し倒すのだな。姿を隠しているとすれば、あの砦か。またあの怪物が現れるかわからん。孫悟の将とも早めに合流した方がいい。ラン、ソチが言って助けてやるのじゃ。わらわのことは心配ない。わかりました。二人の将を救援し、すぐに合流いたします。見事な戦いぶりです。こいつら、気味悪い面しやがって。へえ、鈴の観念もお手上げってか。
俺はわけわからないまま撃たれるなんてごめんだね。タリメイだ、受けてみろ。こんなとこで捕まってたまるかよ。受けてみろ。予想以上の腕よ。見事な手前、簡単を禁じえません。いかにも。何か出そうな砦なのじゃ。ここでひるんでは負けなのじゃ。兵八、これにより上司の剣山支配を見抜くと花が効くやつ。迂闊に踏み込みよって。我が名は長州。はい、つかしてくれるわ。敵将を討ち取ったい。長州、なんだこの化け物。我が名は長州。こんなのいるなんて聞いてないっつうの。おい、かんねえ、このままじゃまずいぞ。指揮するものはやっつけた。もうへんてこな生き物も。これで孫悟の二人に貸しができた。かぐやとやらの居所を聞き出すこともできよう。我が名は長州。おう、さすがは芝居殿、悪知恵が働くのじゃ。目つきの悪さは伊達ではないよ。我が名は長州。おう、無事のようじゃな。怪物を操っていた者は倒してやったぞ。へえ、やるじゃねえか。こっちもあと少しで片付きそうだ。まあ、手伝ってくれてもいいけど、ね、見事な戦いぶりです。メッサ、加減はせぬぞ。俺らで十分だってのによ。一緒に暴れようぜ。見事な手前、簡単を禁じえません。
敵さん、思ったよりやるね。なんばらな一緒とはいえ、やはり心配です。あの子は世間知らずな上に知りたがりだ。彼らに無双の武を示せ。はい、意志の強いしっかりしたお方のようです。光秀殿、我らは事態を見守りましょう。はい、何かあればすぐに出られると備えておかねば。おかげで助かったよ。けど女の子を救いに来て、女の子に救われてたんじゃ世話ないっつうの。女？そのものはどこにおるのじゃ。欲しいよ。こっちってよ。ここらで見たって話だな。向こうで喧嘩する野郎、ありゃ超人か。ご無事でよかった。あなたに何かあれば光秀様に合わせる顔がありませんので。心配いらぬのじゃ。わらわには頼もしい芝居殿がおるのじゃ。足を引っ張るようであれば置いていくがね。超紫龍剣山、超文明の具、とくと見よ。やるじゃん。面白くなった。ここは勝つで勝負だ。ウッキー、ご在な。私にまやかしなど通用せんぞ。もしも勝利を。泣く子も黙るというのを名付けます。何をおののいている。お前も所詮子供という証だな。そこの猛者、安心せよ。わらわたちが来たからにはもう大丈夫なのじゃ。それはかたじけない。少量ども、分身をいくら切っても拉致が明かない。あそこにいる本体を狙われ。無事に合流できたのでしょうか。何もせずに待つというのは辛いものですね。この辺りにかぐや殿はいないようです。我らも別の方面を探ってみるのはいかがですか。そうですね。では北へ向け進みましょう。見つかっちまった。もはや小賢しい策は通じぬ。超分数、いざ参る。やるのう。褒めて取らすのじゃ。いいね、その調子で頑張んな。悪いお猿は退治したのじゃ。ところで、そなたはかぐやなるものを知らぬか。かぐや、この先の城にいる女子がそうであろうか。超紫龍剣山。しかし芝居殿、なぜ子守のようなもの。それは聞かないでもらいたい。いきなり王女に囲まれてしまうとは。救援はまだでしょうか。あら、やっぱり来ちゃったんだ。困るのね、あなたに人間の味方されると。あんたもだっ。邪魔邪魔するん。そんなうちが許せへん。褒めてやろう。やるのう。褒めて取らすのじゃ。よくやった、褒めてやろう。これでようやくかぐやを救えるのう。父上もきっと褒めてくれるのじゃ。これも芝居様のおかげですね。
随分と遠回りをさせられたものだ。さっさと救い出すぞ。もうちょっと早く、こいつら。いや、冗談。助かったよ。ありがとう。やべえな。押されちまってるか。見つけたぞ。おお、そちかぐやじゃない。助けに参ったぞ。皆様、お懐かしい。あら、お邪魔虫の登場ね。いいわ、まとめて消してあげる。見事な手前、簡単を禁じえません。戦界の者に邪魔はさせぬ。己、次から次へと。カグヤ殿を渡すわけにはいきません。邪魔立てするなら撃たせていただきます。こちらにも事情があるのだ。悪く思わないでもらおう。共に参ります。助けていただいたゴンを返さなければ。ならば私は敵の視界のもとへ向かおう。これでようやく小森から解放される。芝居様、お待ちください。ランも共に参ります。類いまれなる武をお持ちと見える。この超文猿とお手合わせ願いたい。見る目だけはあるようだが、人間の分際で神に挑むとは愚かなことよ。素晴らしい働きを見せたな。見事な手前、簡単を禁じえません。父上、助けに参ったのじゃ。かぐやも吠え、この通り。はい、無事に助けていただきました。よく頑張りましたね。ですが、あなたの無事を何より嬉しく思います。やべえ、押されちまってるか。そこだ。
竜剣山竜となる君だ。とどめだ。果たしては勝負にならん。上司竜剣山調子じゃ疲れるんじゃないの。文句を言っても始まらないだろ。あいつのあれは死ぬまで治らない。あんたも苦労してそうだね。その他人事とは思えないっつうの。素晴らしい働きを見せたな。勝手な真似はさせん。受けてみろ。なんと圧倒的な力だ。前回の者と手を組むことは許さん。おとなしく諦めるのだな。この先には行くな。行かん方がお前らのためなんじゃん。行くべきか今か、それを見極めるのは軍師の役目。おとなしく道を開けてもらおう。うちの人が親切で言ってるのに、わからない子だね。こうなったらお仕置きだよ。君のが勝ちだ。また会おうな。おう、よくやってくれた。太陽が槍にかけ、来たれ精霊。あったか。私じゃ手に負えないよ。キャラチータス。神通力味わえ。どうや。どうし、踏んじまった。芝居殿、娘がお世話になりました。子守は二度とごめんだ。まあ、子を心配する気持ち、わからぬではないが。お救いいただき、ありがとうございました。ご迷惑をおかけして、申し訳ございません。改めまして、私はかぐやと申します。皆様のお役に立てるよう尽力いたしますので、どうぞお見知りおきくださいませ。なるほど、確かにジョカ殿のおっしゃる通り、たおやかで物静かな方ですね。父上もわらわにかぐやのようになってほしいのか。いえ、あなたはあなたのままでいいのですよ。よく頑張ってくれましたね。ところで、ここはどこなんだ。あんな薄気味悪い敵、見たこともねえが。それは、私から説明しよう。なるほど、信じられないとも言ってられないか。実際、妙なことが目の前で起きてるわけだしね。民の軍勢、それにダッキの軍、
奴らに対抗するためにはまだまだ戦力が必要だ。できればお前たちにも来てもらいたい。承知した。元の世界に戻るためにも貴公らと共に戦い、いかなる敵をも打ち破らん。時を超え希望をつかむために。へっ、鈴の勘で出番みてえだな。へえ、この量いいぞ。ちょよし、うまくいったな。みんな、ご苦労だったな。かぐやを救い出してくれて感謝する。この世界も、皆様のご記憶も不安定な状況。時を渡れぬ以上、どこまでお役に立てるかわかりませんが、精一杯努めましょう。時を…そうか、そうだったな。かつて滅びかけた私たちは、そなたの時を渡る力に救われたのだった。思い出してくださったのですね。お久しゅうございます、劉備様。さて、お前たちにかぐや救援を頼んだのは、その間にダッキラの動きを探りたかったからだ。先ほど撤退する奴を追ったところ、アースガルズの神オーディンと手を組んでいることが分かった。オーディン？ゼウスたちとはまた別の世界の神だ。かつてアースガルズでは神々の戦争が起こり、オーディンはそこで滅びを予言されていたのだが、奴は力と知恵を集め勝者となった。そして自分に逆らった者は処断するか、力を奪ってから廃下とし、服従を誓わせたのだ。ダッキはオーディンの配下たちと共にいた。今軍を率いているのはロキという神らしい。戦の準備を始めていたから、そろそろ。みんな大変！ついにロキさんたちが動き出したよ。こっちの前線基地が狙われてるみたいだけど。なんと、用地が奪われては今後の防衛に差し障る。急ぎ向かわねば。ロキたちと共にいたというダッキのことも気になります。この戦、ペルセウス殿を救う一助となるかもしれませんね。しかし謎は解けぬまま深まるばかり。私たちはもしかしたら何か大きな過ちを犯しているのでしょうか。聞けば忠勝殿はそちらの世界で最強と謳われる御仁とか。その部の随、ぜひとも手合わせにてご教示願いたい。最強などとは過分な評。拙者はただ部を磨き戦働きを全うしたまで。それに部の随なるは修練の果て、明鏡止水の真意の中で至るもの。手合わせにて教示できるものにはござらん。なんと、いや、貴公のおっしゃる通りであろう。失礼。この超文言、最強の武人にまみえた喜びのあまり、いささか浮ついていたようだ。なんの、過分とはいえそなたの言葉は光栄至極。靴輪を並べる者として我ら共に武を磨かん。
うん、よろしくお頼み申す。泣く子も黙る長領さんが仲間とはね。まあ、あんた、うん、今は元の世界でのしがらみにとらわれている場合ではない。それは俺も同感だが、一つ問題があって。そういうわけで少し親し、うん、そのようなことを言われても。そんなんじゃ余計萎縮するっての。好きなもの、うん、へえ、なるほど。そうすればみんなはあんたを観察して。承知した。それがこの世界でた、よし、決まりだね。早速。よう、高影、そのなりで本持ってるってことは、おめえリクソンみたいな軍。いえ、私の知力はリクソン殿には。ってことは俺みたいに戦うのか。へえ、見かけ通りですよ。武勇でも関寧殿には遠く及びます。なんだ、全部外れか。いい線いってると思ったのによ。では試しに今度は私が関寧殿のことを分析してみましょうか。関寧殿のしなやかな筋肉を見るに、荒れ狂う大河を泳ぎ切り城壁をよじ登ることも可能でしょう。また先ほどからの関寧殿のお話を伺うに、短期で切り替えの早い方ですね。短期とは言い換えれば思考決断が早いということ。まさに奇襲急襲にうってつけの詳細です。多少連携に難があろうとも、これだけの際はそう得られるものではありません。おい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 、なんだかあっという間に丸裸にされちまったぜ。謙遜してたが、やっぱ結構な軍師じゃねえか。いえ。かぐや殿は雅じゃの。吉本様こそ雅でいらっしゃいます。マロのどのあたりが雅かの。よくみやびみやびと言われるが、マロのどこがみやびかの。え、マロは駿河の大名、京都は遠いの。されど公家やら文化人を招き、文化の発展に努め、駿府は東の京と呼ばれたの。それでかの。自己解決なさいましたね。人間たちの記憶がないのは存外不便だな。ジョカ様、私はやはり人間の皆様と昔の友として再会しとうございました。あの幼者との死闘を振り返ったり、その後の皆様のご様子を伺ったり、久方ぶりの再会を楽しんでみたかったのです。そうだな。だがそう悲観するな。確かにかつての絆は一度失われた。それでもまた新たに絆をつなぐことはできよう。ジョカ様、せっかく人間たちに友の作り方。はい、ありがとうございます、ジョカ様。天下無双の武、ここに極まれり。